その中でですね、匠が唯一苦手としたレスラーがいます。はい、唯一苦手としたレスラーがいます。 UK の選手です。 UK の選手で、イギリスの選手ですね。で、スペインで試合をやりました。その時に匠は全くもって自分で本当にもう、何でしょう、隅っこ暮らしになるぐらい隅っこ暮らしになるぐらい落ち込んでしまいました。はい、私は彼女をビザをお願いしますと、もう何回もイミグレーションに行ってもらって、やっとビザを下ろしてもらうことができました。はい、ナイトシェードというレスラーです。めちゃくちゃうまいです。うまいけど体大きいです。めちゃくちゃ大きい選手です。多分私よりも大きいです。大きい選手です。ただし技術、UK の選手はめちゃくちゃ技術が高いです。高いです。できればですね、まあできれば8月の7日あたりで、一番苦手としてるそのライトシェードとぶつかってほしいなと思います。苦手は克服するためにはやっていかないと絶対に克服できないので、私そのために必死になって今働いてます。まあできればですね、私にも権限ありますから、はい、まあ、8月の7日は一番苦手としてもらうものと戦ってもらおうかなと思ってます、匠にうちの匠もねニコニコしてるだけじゃダメだよきついことやっていきたいと思います。はい、まあそういうことでですね、皆さん楽しみが増えたということで、どうかよろしくお願いいたします。お願いします。